えー、では、えー、次のトークは、えー、WWDC に行ってきた話、えー、木村智也さんよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。えっ、ー、とまあ WWDC の話をしてほしいということだったので、えー、WWDC に行ってきた話というテーマでちょっと発表させていただきます。えっ、ー、とまず自己紹介なんですけれども。 えー、私、木村智也と申します。えー、と会社で、えー、iOS とかアンドロイドっていうネイティブアプリだったりとか、あとまあウェブアプリですね、あとは AWS とかのインフラ、えー、まあ全般担当していろいろやってますというところと、一番下にあるんですけども、もうアップルが大好きなんで、アップル信者っていうところですね。はい、っていうのがえあって、ですね、えー、今年 w w d c に行ってきました。 ねまあ、WWDC ってよく聞くんですけども、そもそも何かっていうところなんですけども、まあ、WWDC っていうのは、ワ、えールドワイドデベロッパーズ・カンファレンスですね。この略、あと頭文字を取って、えー、WWDC というふうに言われています。まあそもえー、とこれはまあ直訳するとですね、世界開発者会議っていうことになるんですけども、まあ、そんな難しいものではなくて、要はあのアップル信者たちのお祭りみたいな、えー、雰囲気のものですね。まあ、今日はちょっとあの どっちかというと技術的な話じゃなくて WDC がどんな雰囲気でやられて開催されているかという雰囲気だけでもちょっとお伝えできたらいいかなというふうふに思っています。WDC についてなんですけども、これ、ライブストリーミングとかでも毎年中継されているんですけども、毎年6月にアメリカ・サンフランシスコで開催されています。サンフランシスコはどの辺にあるか皆さんご存知か。 とかわからないんですけども、えっ、ー、とアメリカがあってですね、えっ、ー、と西海岸のですね、西海岸の方の、えー、真ん中ら辺ですね。ここに、えっ、ー、とサンフランシスコあります。で、まあ、えっ、ー、と会場はですね、サンフランシスコにあるモスコーンセンターっていう、えっ、ー、と建物なんですけど、なんですけども、まあ、あのアメリカの。アメリカ版国引きメッセみたいな感じで、こんな感じですね。ちょっと国引きめ、国引メッセっぽい建物があるんですけども、ここで開催されています。まあ、何が、えっ、ー、と発表されるかというと、まあ。 ご存知の方も多いと思いますけれども、まあ、新しい OS だったりとかサービスが発表されますと。えーまあ、WBC って誰でも参加できるわけではなくて、まあ、抽選で当たればチケットが購入できると。こ、まあえー、としは1599ドルで、大体18万弱強だったんですけども、もう当たった瞬間、トックカードから決済されるというふうな仕組みになっています。でまあえー、と移動時間としては、えー、とヤノゴ経由で大体8時間、帰りが10時間ですね、それぐらいかかりました。 一言感想としては、本当に言ってよかったというふうに思っています。まあ、くメリットとしてはですね、アップルのエンジニアに直接質問がすることができたりとか、あの集まってきている世界中のエンジニアと,えと交流ができたりとか、まあ、あと生でセッション見れますので、とてもいい刺激になるというところがメリットかなと思っています。まあ、ただ、海外のエンジニアってめっちゃ積極的です、でフレンドリーでめっちゃ話しかけてくるので、ちょっとあの、 内気な島根県民としてはなかなかつらかったんですけどそこは頑張ってあのコミュニケーションをとるようにしました、まあ、ただ言葉が分からなくてもですね一応、まあ、みんなが、えー、IOS エンジニアということもあってですね、えーまあ、コードは共通言語というところで、あのーまあ、言葉が分からなくてもコードを見せればなんとなく分かってもらえるというのもあってですね、まあ、あのコードさえあればなんとなく会話ができるという、えー、状態でもありました でまあえとここからちょっと写真でえと雰囲気をお伝えしていくんですけれども、これ、夜のモスコンセンターですね。キーノートっていうセッションを見るために、大体、キーノートは朝の10時からなんですけれども、夜中の2時半ぐらいからえと並びました。ちょっと見にくいかもしれないですけど、並んでいる雰囲気ですね。こんな感じで、2時半に並んだ時点では大体行列が300メートルぐらい伸びているような感じでした。で、朝になると、こんな感じですね。ずっと行列ができていると。 でもみんなとにかくバシャバシ写真撮ってる感じです、えー、とにかく人ですね。えー、とこ,のこれ、会場の中なんですけども、えー、と広幅が多分この会場の幅ぐらいあって、奥行きが300メートルぐらい廊下なんですけども、もうそこに人がぎっしりいるような形でした。はい、でもこれ、よくあの昨日とかで、えー、とティム・クックだったりとかが、えー、と発表するステージですね。えーまあ、これ、拾った画像なんですけども、 えーとこういうふうにティム・クックがえーと発表しているステージが実際、こなふうにあります。はい、でまあえーと5日間あって、その中でいろんなセッションとかあるんですけども、4日目のえ夕方ですね、ビアバッシュって言っても、みんな開発者打ち上げみたいな感じでえーとまあ飲みながらライブ見たいっていうイベントもあります。まあ、最終日、ちょっと観光に行って、アップルですね行ってみて。 ました。まあ、ちょっと中が撮影禁止だったんで、あの o g l e マップの、えっ、ー、と、スクリーンショットで撮りました。はい。まあ、食事、こんな感じですね。分厚いステーキを。はい。まあ、かかった金額っていうのは、だいたい、えっ、ー、と、全部合わせて六十万ぐらいだったんですけども、ちょっと、あの。さすがに全部出せないんで、えー、まあ、ちょっと。行きたい人は、ぜひ経費で行かせてもらいましょう。いいとこですね。はい。以上です。ありがとうございます。 木村とまさん、ありがとうございました。 次のトークですか、ええー。新藤元明さんで、ええー、ミリオステンを作りましたという、発表になります。よろしくお願いします。どうも、新藤と申します。よろしくお願いします。ええー、ミリオステンっていう名前つけたんですけど、これ。まあ、ミリとオーエステント。くっつけただけなんですけど、何ができるかっていうのが。ミュージックシーケンス、あの、シーケンシングっていう自動演奏ですね。それと。 あのライブで、イベントが起きたときに音を鳴らすっていうのを Ruby からできるっていうライブラリーです。えー、それで、まあ、OS10 限定ですけども、ね。えーまあ、それで、MIDIOS10 は GEM に作ってます。で、インストールは GEM インストール MIDIOS10 やってで、使うスクリプトの方で RequireMIDIOS10 してください。 で何ができるのってさっきジョトともう言っちゃいましたけどマックオステン内蔵のミリシーケンサーを使った演奏とマックオステン内蔵のシンセサイザーをライブで演奏するとそれを Ruby からプログラムから呼び出せるっていうことですねでこのシーケンサーを使った演奏っていうのは実はあのここにこういう人ジェレミー・ブーリスさんっていう人がミュージックプレイヤーっていう名前で実装してた公開されてるんですか コンパイルが通らなくなっ,ちゃったんでなっちゃったんで、ちょっといじってプルリクエストかけたら全然応答がないんで、じゃあもう,もうこっちで作っちゃうかっていうことであの、そのシーケンサーにライブ演奏機能を書き加えまして、公開したというのが見てオっしてるんです。で、僕はちょ,っとほんのちょっとライブ演奏機能ってほんのちょっとしたことしか書いてないんで、ほとんどこの人がやった仕事なんですけど、まあ。 でまあ、シーケンサーは、えー、どういう仕掛けになっているかというとあの音符が並んでいるトラックっていうのがいくつかあってそれがシーケンスというクラスにあの保存されてんです、ね、そのシーケンスからミュージックプレイヤーという、えー、機能がつながっていてそれでシーケンサーが動き出すとこっちから音符を拾って演奏すると。 いうのがシーーケンサーですそのメソッドとしてはそのトラックに音符を書き加えていくのがミュージックトラックのアッドっていうメソッドですねで演奏時刻とミディメッセージを渡しますでそれでミュージックトラックを構築しておいて最後にミュージックプレイヤースタートっていうメッセージを送るとシーケンス自動演奏が始まるっていうことですねで次に えー、シンセサイザーライブっていうのは、ミ、えー、ュージックトラックがまた同じで、それがシーケンス、あーシーケンスっていうーク,コードク,クラスは、クラスから、今度は au グラフっていうのにつながってます。で、この au グラフのノードとして dls シーンスっていうのがありまして、これがシンセサイザーなんですね。それで、えー、ユーザーとしては、 あくまでこのトラックに音符を書いてください。そうすると、あのこっちのライブミディオステンドの方で、このシンセサイザーにその音符書き込んで、えー、音を鳴らすっていうことになります。で、メソッドとしては、auGraphStart っていうので、この auGraph を走らせておいて、それから鳴らしたいタイミングで、MusicTrackPlay で、ミリメッセージというふうにやります。 で、ミリメッセージが、えー、ミリノートメッセージっていうと、ミリチャンネルメッセージっていうのがあります。この上、このさらに上にミリメッセージってうのがあっても良さそうなもんですけど、もっとブーリスさん作ってないんで、まあ、必要もないんですけどもね。それで、それでこのミリノートメッセージの方に、サブクラスとノートオンメッセージ、ノートオフメッセージっていうのを付け加えました。こっちのチャンネルメッセージの方はブーリッサんが作った。 そのままでこれだけあります <laughs> あとはそのメッセージの引数、渡す引数、ハッシュで渡すんですけど、そのキーの値ですね。ミリノートメッセージっていうのは CK さん使うんですけど、ミリチャンネルから、えー、音符の高さですね、から音符の持続時間。 ベロシティ、これだけあの鳴らすときの強さですね。それと離すときの強さはリリースベロシティとがあります。から、えー、ミリノートーンメッセージというのはこれミリチャンネルと、えー、オープンの高さからたくときの強さですね。から、 ミリノートオフメッセージ、これ同様で、えー、さオンのときと同様なんですけど、離、えー、すときの強さというのがリリースベロシティという名前で使います。<noise> えー、あと、あと、コントロールメッセージの方はあるんですけど、まあ、時間が来ちゃったので、この辺で打ち切ります。あとは、総数読んでいただくと、まあ、そんなに難しい総数じゃないんでかあの、分かると思います。 いやどうもご清聴ありがとうございました。新藤さんありがとうございました。ではちょっと途中で切れてしまったので残りはあのソースコードをぜひ読んでいただくということでありがとうございました。 次の発表は、えー、島根大学ものづくり部 PIM、えー、の、えー、発表です、えー、佐藤浩二さんよろしくお願いしますはいありがとうございますえー、っと島根大学の、えー、学部2年生をしております佐藤浩二と申します えと出身は出雲高校が出身であだ名はハッピー佐藤ですので、えー、と初対面の方、ハッピー佐藤と覚えてください。でえー、と小学校6年生まで東京にいたのでちょっと秋葉原で PC 組んだりとかあと分解したりとかあとマイコンのアルディーノが大好きでやってます。11月にティーンズを引退しますのでぜひともお酒を飲ませてください。よろししくお願いしますすでですねえー、と えと高校時代はえとこんな感じで手で動かしてえとキネクトで読み取って動くロボットとかサッカーロボットをやっていました。で今、大学では ALS とか筋ジストロフィーなんかのえと体のうまく動かせない人たちに対して Wii を遊ばせてあげようというワンスイッチウィンコントローラーっていうのを使っています。で肝心の Ruby なんですが勉強中で Progate と Pro っていう吉岡さんに教えていただいたサイトで勉強しています。で今回何の話をしようかなと思ったときに最初に思いついたのがこれで。 えっと9月の12日にやったハッカーソン、歴史館でやっていたんですけれども、それで右側のような機械を作りまして、iPad のウェブアプリと、この機械を連動させたものを作りました。で、この話をしようと思ったんですけれども、えっと、アルディの Bluetooth キーボード化して信号を送りました、どやーっていう話で、ただ単にそれだけになってしまったので、ちょっと部活の方の紹介をさせていただきます。えっと、ここにあるような島根大学ものづくり、PIM っていうのを紹介をします。 でえっと、島根大学モのづくり部 p i っていうのは、今総勢21人、おととい1人増えました。で、えっと、去年僕が作った部活です。電子工作とかサーバー構築、アプリゲーム、3D プリンター、レーザーカッターなんかをやっています。で、えっと、部活でどんなことをやってるかっていうと、左側のマットサイエンティストが超高性能アップルウォッチを作ってみたりとか、<laughs> あとは <laughs>、こっちが、えっと、ビッグカッツになぜかレーザーカッターで焼いたりとか、えっと、あとはなんか目がでかくなっちゃってる人、これあれですね、ヘッドマウントディスプレイをやったりとか、 えっと、ユニティちゃんが登場したりとかレーザーカッターをいじってたりとかなぜかアイアンマンが出てきたりとかするような部活です。でえっと、もちろん拠点は松江で、えっと、ルビー合宿なんかにも参加したりしています。で、えっと、高校生に 3D プリンターを教えたりもしていて、えっと、この中ではエクスカリバーがなぜか光ったりとか,、えっと、なんかパックマン的なものが光ったりとかして、えっと、これはあの皆さんご存知石倉さんと一緒にやらせていただきました。 でえー、っとあとは勉強会もやったりしています。えー、これ、松江ゲーミングプレイヤーズっていうやつで、えー、っとオキュラスの人とか、あと、アンリアルエンジンとか、ユニティの方に来ていただいて、えー、勉強会なんかをしました。で、島根大学モのづくり部の設備はこれですって言いたいんですけれども、えー、っとこれは DMM.Make だったりとかの他社のものでございまして、こんないいもの欲しいんですけど、今は、えー、っとこんな感じで、ちっちゃい 3D プリンターだったりとか、あと、キックスターターの8万円ぐらいのレーザーカッターとかで、 えっとこのう間違っちゃったハンコなんかを作ったりして遊んでいますでえっとうちハードとソフトの人たちがいるんですけれどもハードな人たちはえっと2泊3日でこれ公民館貸し切ってこっち側のロボットを作ってたりとかあとロボットは昔いじってたりとかしました文字通りハードでブラックな部活となっておりますであとはこういう感じでえっとこれアプリにならないに行ったりとかあとはあのオープンソースラボであれしてたりするのでこいつらを見たらぜひとも声をかけてやってください でえーとまあ、先ほども話に出た石倉さんと組んで大学の授業をやったりとかあとは視覚障害者の支援なんかもやっています、えー、とちょっと右側あの2本の線だけでちょっと通信と電力が遅れちゃうよみたいなあのところともやらせてもらってましてそんなものを作っていますあとはなんかアプリコンテストに出てソニックムーブさんの賞をもらいましたみたいな地盤話もあります でえー、とこの部の野望としてはクリエイティブな人々が集まるところを作りたいということで今22人集まっていますが、えー、と結構社会人の方にも自由に出入りしていただいているのでなんか 3D プリンターってどんなのできるのかなとかレーザーカッター動いているところを見てみたいとかあったらぜひとも連絡をくださいで、えー、とこの他にも学生小学生とかにもものづくりの楽しさを伝えたいなと思っているので、えー、と今度後期にはスモールビーを使わせていただいて、えー、と学生に教えたりなんかの活動もしています でえっ、ー、と今構築中のホームページではちゃんとレッドマインとかも使っているホームページができましてそのどんなことやってるとかをえっ、ー、と告知する予定今超工事中ですなのでぜひ、えー、とも見てくださいありがとうございましたありがとうございましたハッピー佐藤さん、はいありがとうございます。 <laughs> はいではあのライトニングトーク最後の、えー、発表になります、えー、小崎英二さん、えー、都会と田舎のライフスタイルギャップよろしくお願いしますはいえっ、ー、と私ガリレオスコープの小崎というものですけどもえっ、ー、とちょうどまあ一年前一年半前からえっ、ー、ともうずっと東京にいたんですけどもえっ、ー、と 松江のほうにあの拠点を出して、えー、っとこちらのほうに引っ越してきましたで、えー、っと東京に住んでた時はちょっとあの本会社が麻布十番のほうにあってで、えー、松江のほうに移ってきたのでだいぶあのライフスタイルとか全体の生活があの変わったのでそこら辺の,あのギャップ等についてあのお伝えしたいと思います。 でまあ、本社はこんなような、えー、と麻布十番のところに本社があって、まあ、ここの5階に入ってるんですけども、えー、と今の拠点のところがあの古民家を借りて、えー、と IT をやっているというそんな形をとっていますで一、えーまあ、つ、えー、と大きいところが、まあ、私の家なんですけども家のことなんですけども、えーと 右、左側の方がです、ねえー、と東京で住んでたときの家なんですけども、まあ、非常に小さいんですよね、えーと。会社の上に住んでたんですけどもさっきの会社の上に、まあ、ここの一番最上階が、まあ、家なんですけども、えーとまあ、シェアハウス形態になってて麻布十番でまあ3万9万九千円なんですけども1.5畳しかないと。まあ、一応ギリギリ人が <laughs> まあ生きられるかなと<ー>、まあ、あのトイレバス共同でとかそんなような、まあ、ギリギリの生活だったんですけどもそれが古民家にボンと移った瞬間ですね、えっとまあ、400坪になって <laughs>、えっと、家賃が8万円ですというような、まあ、あの値段価格的にはまあ倍になったんですけども、まあ、面積的にはまあ500倍ぐらいどンと <laughs> 増えましたと。 まあそのくらいちょっとライフスタイルが全然違うなというようなそういう田舎と田舎いうかまあこちらすごいなというようなのをすごく思いました、はいまあ、ちょっとこれあの私の家とです、ね、今住んでいるのは古民家に住んでいるんですけども、まあ、家と兼用でまああの住んでます。 でまあ家でもこういったようなあのイベントができるんですけれども、シェアハウスだと、そもそも何もできなくて、親すら呼べないと、親もちょっとそういう友達も呼べないとか、そういうルールがちょっとシェアハウスにあって、全然何もできないんですけれども、今、古民家だと、イベントとかもあのでき人を呼んでできるというような、そんな違いがあります。あと、ちょっとさっ,きさっきもお伝えしたんですけれども、通勤がまあ近くなったと。 言うんですけどもそもそも7階に住んでて、えーっとまあ、5階に通勤するわけなんですよねで、まあ、あの30秒ぐらい2階降りるだけなんですけどもそこから古、まあ、あ民家、えー、っと1個上るだけになったんで、まあ、30秒から15秒に短縮されましたと、まあ、半,分半分になりましたねというそんな形ですね。 はい、あまりおすすめできるもんじゃないんですけども、まあ、大体に応じて、早くなるのかなと思ってます、まあ、あとですね、麻、ま、布、あ、とかだとです、ね、こういったなんか、ちょっと分かりづらいんですけども、車とかデラベロリアンなんですけども、こういうのがあるんですが、まあ、こういうのを眺めて、高級車を眺めるぐらいなんですけども、当然、持てないんですよね、車なんて。それがまああの、 こっちに来ると場所がいっぱいあるので車が持てますよっていうそういう良さがあるなと思いましたあと畑とかそういうのが全然できないんですけどもえとこっちだと一応敷地内にえと畑みたいなのがあるのでやろうと思ったらできると、はいまあ、ちょっとイメージ図ですこれは実際やってるかどうかっていうとなかなかそこまで時間が取れてないのが現状なんですけどもはい。 あと元々あの、もともと温泉とか銭湯に週3ぐらい行くようなそういう習慣があるんですけどもシェアハウスだと,ちょっとあのシャワールームがあの共同とかで結構大変なんでもう銭湯ばっか行っちゃうんですけどもそれでもやっぱりあの質がすごい上がったなと水がきれいとか人が少ないとか歩いて10分だったのが車で7分に短縮されたとかいろいろあるんですけども全体的に満足だなというようなそんなことを思ってます。 であとは地域のコミュニティが、まあが東京のときはなかったんですけどもこっちに来たらいろんなところからあの地域に参加してほしいとか、まあ、そういうような形で、まあ、あの参加するようになったとっいうライフスタイルがだいぶ変わったかなと思ってます。はい、今なんか知らないですけど古民家に行ったっていうのでメディアにちょっと出るようになったとっいう、まあ、まとめますと田舎のライフは豊かだなとそんなように感じております以上です。